りょうばです。りょうばです。こんにちは。ナンバー76、はい、76回目。わあ、次回77回だでも今日は76回で、その短かった、はい、北海道車旅に、帰るフェリーです。今日ご紹介するの、はい、去年も同じ乗ったんだよ、うんうん、そうね、同じ時間の同じなのに全然違うね。去年はだいたいこれ逆光で見てこれでもちょっとこの日実は9月の最後の日だったのね、うん、だからいろいろね、津軽海峡フェリーって50周年記念なのよね、今年ね。そう、それ2月の、23日に50周年記念 で、 そうそうそう、で第1弾のキャンペーンは終わってしまって、はい、で私たちが乗った翌日からまたキャンペーンでお安くなると、はい、悔しいならありゃしない、もうそんなの後で知ったっていうね。まあいいじゃない、知ってたら1日ずつ何を言ってるんだかでも早めに今回着いて五島県のカレーパンを食べて時間を潰しました。前に行って状況が分かってたから、うん、 そうだ、それで立ち寄った五島県でね、なんか、うん、美味しいものがあんまりもう終わっちゃってないだろうって言うんで、で買ってってよかったね。これがすごく美味しくて、思い出しただけでもよだれが、そう、それで美味しい美味しいとか言ってて、うん、そしたら早く着いたのに、そう、すごく早く着いたのよね。私たちここの並ぶ台に行ったらもう後ろから2番目だったなんか余裕こきすぎて本当は2番目ぐらいに入れるはずだったのね。去年2番目か1番目だったけど、でも蜂がなんか去年はすごいブンブン飛んでて、あれはすごかった、うん、だから今年はそういう意味ではすんなり、まあちょっと秋だからね、去年は春だったから、うん、そう、春と秋の違いでございます。でいよいよ入れるということで、入れます。ここは短いから助手席も一緒にどうぞっていう、2人一緒に乗れますね。長いところはねダメなのよね、バラバラで乗らなくちゃいけなくて。ここもなんか真っ暗な感じなんだけど、まだねそんなに時間だから、お日様がなんかこっち向いてる逆光なんで本当は明るいです。そう、はい、それで、大観丸に乗ります。はい、函館から大間まで90分、たったの90分だったこれナビ入れてたらナビが一旦停止しますとか言ってんのね、うんうん、お利口なのねナビって。そう、ナビ一緒に飛んじゃうからだってほら降りたら、前のところのまんまの、ちょっとだけね前のところのまんまででね修正してくれるという。そうそう、だからそう、このまんまだから一旦停止されちゃったの、うん、でこれ止めるのも楽よね。これはそんなにぐるぐる中をね、うん、何回もこうガーッと下に行ったりなんかしないから、そうそう、うん、でバックで入れろとか言わないし、そう言わないし、まっすぐ行ってはいはいって感じいいお兄さんですで、上って言ってもワンフロアしかね短いからね、うん、でも私たちワンフロアの中でちょっと今回も前回もそうなんですけど、はい、ファーストシートっていうのに乗っていました。誰もいません、貸し切りでした。はい、はい、本当はたくさんって言ってもまあね、十何人ぐらい座れるんですけど、この広さでね、はい、ゆったりできて。でも私たちって結局ここに座ったの10分ぐらいふらふらいい席なのに全然使わずに、外の景色が楽しくて、うろうろして、自動販売機とかはあるんだけど、うん、もうお店とかはね早く閉まっちゃってる、ね、そうなの、うんうん、でここがスタンダードなんだけど、うん、昔のね青函連絡船のスタンダードと同じ感じ。あ、こういう感じ。前はだからその、ね、畳みたいな感じで、昔の大昔の、そうこんな感じで、でもそこで十分だったみたい、私たちですね、です、10分しか座らなかったのでも荷物とか安心して置いておけるじゃん。まあそうだけど、うん、でどうもねお外が楽しくて後ろの方に出てみました。後ろしかダメなんだけどそこしか出れないんです。これ青森に行く、そう、青森にも一回乗ってみたいね。青森 4,5 時間だからもうちょっと大きいし、そうね、うん、ここちっちゃいからこれだって何トラックが6でもトラック60台乗れるの。うんうん、普通自動車だと60台ぐらいでトラックだけだとなんか21台ぐらい。でもね、トラックも両方乗ってたもんね。うん、
あの苫小牧とかで見なかったんだけど、函館ってここであの牛とか馬とか見るじゃない、うんうん、そう。だから結構運ぶのにここ利用してる人が多いんだろうね。トラックでいっぺんにバッと運べちゃうから、うん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 、でこれがおなじみの去年も撮ったんですけど面白くてまたこうやってこうやって閉じるのねっていう感じでね、なかなかこうスケールが大きくて、あ、いよいよ全部上がりました。まだね、うん、もうちょっと上がりきってないのよこれほら、うん、あ本当だ、上が見えてきた、上が上がりきっちゃったかと思ってた、これでもなんか簡単そうに見えるんだけど大変なのよね、ロープでさ、そう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 、実はね、うん、これ止めてあったのを外して巻いてるんでしょ、うん、そうね、これあの停泊してる時にこれがね切れちゃったら、あ、また大変でしょ、お姉さんどっか行っちゃうし、うん、船重いけどね、うん、いや意外と危ないの、あ、そうか、だってなんだっけな、なんかテレビドラマでこれ結構だって、この何綱っていうのすっごい太くて大きいのね、ロープです、綱とか言わないでください、古いです、言い方何でも古いです、そうね、チケットのこと切符って言うし、カメラのこと写真機って言うし、写真機って言うしね、いけませんわあまりに古いとでもうこれ出航してるんだけどゆっくりだからあんまり分かんないよね、うん、で去年はね、なんかね向かって左側ばっかり一生懸命撮ってたの、今回は右側も、うん、右も左も、でもどっちかっていうと右の方がいろんな船が見えたんで、私なんかずいぶん右の方にいたような気がする、なんかあの漁船とかそういうのがいっぱいあって、うん、ここすごいあのそれこそいい漁場、うん、お魚が取れるのね、うん、それも漁場って言うわね、そういえば漁場だよね、漁場だね、うん、私たち漁場意味が全然違います、はい、そうです。でこれは何、この去年も映ってたっていうか見たよ、このあ本当、なっちゃんワールドって、うん、かわいい船いっぱいイラストとかね、そう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 、書いてあってね、あの船の好きな方はこれを見たいっていうね、あ、いらっしゃるんじゃないかしら、なんだろうとか思ったら、そうなのね、うん、去年もね同じようにこの船が行って向こう側にあの青森に行く津軽フェリーが、そうそうそう、映ってた、うん、津軽フェリーって書いてあるね、そうそう、あ、これです、そう、この辺の景色は同じ、うん、あ、同じなんだなと思って去年やったのにただ去年の方がやっぱりまだ全然日が落ちないから、うん、もうね、あの夕焼けとかそういうのは見れなかったものね、いいようなね、いいようなね、ただ青空はもうだから団地、うん、そう、うん、去年の方がすごい綺麗な映像だった、ね、でも今年はそういう意味では夕日をねじっくり拝めて、そう、この後にね、うんうん、でもなかなか夕日撮るの難しいのよね、そうなのね、うん、うん、一応撮ったんだけどそれで私たちなんか遠くに見えるのが青森かしら、あれ青森かしらとか言ったらとんでもない、北海道のそんなにすぐ青森に行きません、反対側のところがすごい、だからすごく囲まれてて、ここって本当にいろんな魚とかなんかいいみたい、本当に、ね、うん、だから結構夜遅くまで働いてたじゃないみんな、そうなのよね、うんうん、なんかすごい、よく大丈夫かなみたいな船まであったもんね揺られてね、ふわんふわんふわん、でこれが綺麗 で、うん、で私覚えてんだけど、デッキでね、うん、一生懸命前の方陣取ってたらね、うん、隣におじさんがクッククックとか押された、押すようにして入ってきた、でやっぱこういうの撮りたかった、やっぱりみんなねこれ撮ってみたいのよ、うん、すごくこう雄大な感じで、このなんていうのかな、もう見渡す限りっていうのは、うん、なかなかね絵ではね収まりきらないっていうかしら、うん、もっと長かったよね、うん、実際はね、だからねやっぱり写してみたいっていうね、うん、そうなの、で私身じわるだからクックッとか押したの、あら嫌だでもその知らない相手にそんなことやってた、バトルが終わったんで、はい、客室に戻りはやってますね、壮絶な戦いがあった、あらら、あ、今立ってた人かなで、ちょこっと
とだけ、はい、でさっきのカレーパン食べたところで、うん、あれはお土産屋さんでちょっとお土産も買って、うん、楽しかったですね。エスカレーターで降りて、はい、でまたあの乗りました。大間についてしまうという、はいはいはい、あの結構なんかあの短いから早めに皆さん行ってくださいとか言って、うん、さっさと降ろされちゃった。あのこの90分って長いようで短いのよね。短かった、うん、便利だからすごくおすすめなんだけど、うん、この函館大間は、うん、でもちょっとなんか寂しい気もする。そう短くて、うん、もっと乗ってたい。そうだから青森に行きたいんだけどそうすると今度はもっと長すぎて、あそれだけじゃなくて距離的に今度戻るのが大変になっちゃう。そうか走るのがね私たちがね。それと私たち、うん、あのこれの次の日、うん、あの目的があって、そうあのリベンジ、はい、東大の尻屋先のもうすごくあのチェックしてお天気がいいし、ね、絶対行けると思ったのにね。絶対行けると思ったんですけどそれは、はい、クエスチョンでした、はい、でした。はい、はい、不思議ね。これ出た時も真っ暗去年は青空ビンビンだったのに、そう、そうなの。それでなんか不安とか思ってやっぱりほら街灯とか少ないし、そうね、うん、真っ暗な中、うん、で一回間違えちゃったしね。そう工事してたしね。そうまあそれもあのアドベンチャー、本当ここはね、うん、去年も今年もアドベンチャーだ。これ私たち乗ってきたお船です。可愛いです、ドルフィンさんマークで。さあでも本当になんか怖かったよ去年のことそればっかりでも無事に着いたんです。はい、あの結構小1時間ぐらいだったかな。うん、今回はね小1時間ぐらいでね、男のホテル取ったからね。去年は八戸だったけどね。そうそう、あれは3時間か4時間走ったけど、うん、やっぱりほら暗くなる、もう暗くなってるっていう想定だったから、ね、結構あのこじんまりしていい方でした、はい、え、それで次回ですけど、恐ろしいって書いたんじゃなくて恐れ山です。恐ろしいに読めてしまいましたいやー地獄も天国も見れるぞという。そうなんか、うん、でも想像してたのと全然違った。私も、私に一回来たかったの、ここ。あなた言ってたね。うん、私あんまり興味なかったんだけど。ここが見たかった。うん、でもびっくりしました、言って。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。